はい、こんにちは、タムです。今回は風神雷神の重心化を使って遊んでいこうかなと思います。まあディビジョンに関しましては一応原則さえ対応していれば、まあ一応なんとかなるよねっていう感じのクエストなんですよね。ただまあいいか。ただまあウィンドウがないと結構めんどくさい印象なんですよね。ミスったしこれさ、なんだっけな、俺久しぶりにやるから忘れたんだけど、斜めに弾いたなんか突破できるんだっけな、初手。俺もね最初それでやってたんだけど忘れたわやり方。まあ突破できるからいいんだけどさ。でこれ友情確かね結構入るんだよね、このクエストって。このクエストの蝶々って、うんやばっ。まあでも運ボ来たた方がいいか。はいはい、強いですね。どうしようかな。とりあえず雑魚処理しようか。これ配置が悪かったんで、まあ雑魚処理で。でしっかりと殴っていきます。やばい、痛いって。まあ SS 使う。一段階目いってみます。これさ 1.5 倍なんだっけこれやばいよな。スユニケーセスって、まあ、扱いづらいから、その分なんかそういう面白い倍率もらってるっていう印象がありますね、なんかそういうのって。はい、電撃キラー M とやっぱり超スピードって相性良すぎるからやばいなこれ。はい、えらちょっと待って、これ強すぎるって。まあ運ボ来てるからこういうなんか立ち回りになっちゃってるんですけども、まあいいや、 SS 打ってみます。どうせ運ボ来たならそれを活用しましょう。なんだこれ。いやこれ使ってて楽しいし強えな。はい、はい、あーミスった。あーもうちょっとなんか考えればよかったなこれ。これはい、SS 打ちます。 OK。 うわーよくあるやつ出たまあパソコンのやつ、なん PCG3 かの処理は結構ねめんどくさいんで、別にねこのタイミングで SS 打っちゃってもいいかなと思いますね、もし風神雷神を採用するのであれば。まあまず採用すんのかあれですけども、採用すんのかな俺みんなこれ縦勘でしてみます。はい、これさ落雷がさなかなか仕事してますね。まあディビジョンってあんまり友情コンボ入らないイメージあるんですけども、ネオ以外は。はい、まあ強いっすね。うん、これ面白いな。
これ陽太郎とか、はい、打たなきゃよかったかな。打たない方がよかったかもしんない、これ。まあいいや。このね範囲って結構狭いんだよね最後。はい、まあ陽太郎の分があるとはいえ1段階目でこれは強いですね。はい、強っ。はい、ということで、まあ、ディビジョンでちょっと遊んでみました。これちょっとまあ先ほども言ったんですけども、風神雷神はなんかギミックポンってハマって使われるのではなくて、なんかイレギュラーな攻略でなんかハマりそうですよね。先ほどの深夜アマテラスもそうだったんですけども。はい、ということで動画を終わります。バイバイ。